アルブレヒト3世は、ウェバイエルミュン変更ン。エルンストと妻、エリザベッタ・ビスコンティの子。1429年に、ビュルテンベルク伯エイバーハルト3世の娘、エリーザベトと婚約していたが、密かに、アグネス・ベルナウアーと結婚した。激怒した父は1435年10月に、アグネスを殺害、アルブレヒト3世はウェバイエルインゴルシタット公。 ルートビヒ7世のもとに逃げ込んだが、11月に、和解、1437年に、ブラウンシュバイク・グルベンハーゲン公営利非一世の娘、アンナと結婚。翌1438年、父が死去してウェバイエルミュンヘン公となった。1440年、ボヘミア王即位を勧められたが、拒絶した。1455年、アンデクスに、 ベネディクト会修道会を設立。1460年にミュンヘンで死去した後、アンデックスに埋葬された。アンナとの間に10人の子が生まれた。ヨハン4世、エルンスト・ジギスムント・アルブレヒト・マルガレーテ・マントバコフェデリーコ・イッセイ・ゴンザーガと結婚。エリーザベト・ザクセン先帝公・エルンストと結婚。アルブレヒト4世、クリストフ・ボールフガング・バーバラ。ありがとうございます。